皆さんは日常で嫌になったことがありませんか？僕は最近いろんな事件に巻き込まれました。少し嫌なこともありました。そして悲しいこともありました。よかったら見てください。えお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 スタコラサッサ、スタカラサッサ、スタコラサッサ、スタカラサッサ。今日はいい天気だな。よし、信号が変わった。おっと、おばちゃん。今赤信号だぞ、おばちゃんのところは。ね、なんでノロノロ歩いてんの？せめてさ、おばちゃんだからしょうがないけどさ、せめてさ、なんか申し訳なさそうにさ、歩いて、なんで堂々と歩いてるんだよ。せめて申し訳なさそうにしてよ。うえちょっとコンビニに飲み物買いに行こうかなと思った矢先になんかいる。君たちはなんだ、そのヤンキー風にさ。この時代にヤンキーはいらない。いや、いらないやんってことはないかもしれないけど、でも俺の目の前にそう言っていちゃダメ。もうタムロしちゃダメ。行きづらくなるから、コンビニが行きたくなくなるから、頼むよ本当に。今日は何を買おうかな。自炊始めたんだけど、美味しそうなシチューとか食べたいな。よしよしよし、ちょっとね、並ぶことになっちゃったけど、あと一組待てば僕の番だ。え？おい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 、ちょっとカップルでなんだ？カップルでなんで横入りしに来た？なんか男一人とかだとわかるけど、カップルでプルカプスで僕並んでるんですけど、目の前に僕並んでるんですけど、目が見えていますか？